高速よりランナースタートする、タッチはアウトになりました。今シーズン最初の甲斐キャノンが炸裂、空振り三振、そしてランナースタートしていましたがアウトになりました。ランナースタート、セカンド送球、タッチではアウト。スタート、甲斐キャノンだ、いい球が行きました、刺しました。この6連戦の初戦、俊足の克実をまずは刺しました。ランナースタート、三振です。こちら2塁投球、克実はアウトになりました。スタート落ちている、これは後ろタッチアウト。ランナー走って空振り、いいボール行った感じは、これはアウト、三振ゲッツ。最高に難しい、そうですね。ランナースタート、甲斐の送球はどうか、タッチはアウトです。アウト、西村盗塁失敗、スリーアウト。ここは甲斐の肩が打者も助けました。次2球目、ランナースタート、そしてサードも飛び出している、3本が挟んでいる、そしてそのまま最後甲斐が行って、そして今宮アタッチ。1塁ランナースタートを切った、甲斐が投げる、アウト。ちょっと手前で不自然な動きだ、これはちょっと不思議な動きです。2塁でランナースタートを切る、甲斐が送る、2塁いいボールいった感じはどうか、盗塁成功。さあここはリクエスト、どうでしょう、天井のカメラ、ここでグラブが当たってますね、当たっていればアウトという判定に変わりました。甲斐が和田を刺しています。ランナー走った、甲斐が送る、いいボールいった、これはもう完全にタッチアウト。ランナーがスタート、タッチはアウトです。ランナー走って、甲斐が送る、タッチはどうか、タッチはアウト。源田を刺しました。ここで甲斐キャノン炸裂、スタート切れ、刺し、二塁送球、甲斐のソングで先回転アウトです。スタートした甲斐キャノン、どうか、中継を刺しました。さすがに入ったの、やっぱり中継を刺していた。